こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、子供の偏食で悩んでるママめっちゃ多いですよね。うちの5歳児も昨日トトはブロッコリーとトマトとお魚はもううえってなるからもう大嫌いで、でイチゴも嫌いで、嫌いなもの出てくる出てくる、もうそんなに嫌いなんていうぐらい出てきて、もうはーってなったんですけども、もう子どもの偏食ね、悩みますよね。いろんなもの栄養ちゃんととってほしいしっていうので、ママさんたちみんな試行錯誤してると思うんですけど、さあ子どもの偏食を克服するためにどんな風な関わり方、食事のねさせ方っていうのをねしてあげたらいいのかなというね、あのお話をしてみたいと思います。頑張らんでええです、適当でええです。 You get my life color, you get my life color.はい、まあ、2歳児の偏食率っていうのはこれね、実はね 50% 以上だっていう、だからもう2人に1人以上はみんなママさんたちがうちの子の偏食でっつって悩んではるというようなね統計があるんですよね。もうほんまに あるある、子どもの偏食はもうあるあるなんですけど、びっくりしますよね。子どもってもう細かく刻んだネギチャーハンの中に入れました、それ1個ずつ もう何のどんな名探偵やねんっていうぐらい全部出していくし、一回口入れたもの何入ってんやろ、もう一回出して危険なものが入ってないかを確認してからもう一回口入れたりとかもうびっくりすることしますよね。でもママが考え抜いて、もう野菜食べへんからで工夫して工夫して、もうね、もう手込んだやつを作ったものにか、それに限っていらんって言われて、もうはーってなりますよね。もうこんな頑張って作ったのにいらん、嫌い言われて、食べたくない言われて、もうはーって、ね、なりますけど、まあ子供ってねそういうもんなんですよね。でそうなった時に私たちよくやりがちなのがね、じゃあもうこのピーマン一口だけでも食べたらデザートでプリンあげるからって、はい、やったことないですか。一口だけ頑張ろう、そしたらゼリーあげるからねとか、あとはもう食べへんにやったら、そんなん言うんやったらもうデザートのイチゴなしやからね、これないですかね。これよくやってしまいがちな対応なんですけど、実はこれモンテッソーリ育児っていうところで、その考え方、教育法っていうと、これダメなんですよ。このやり方ダメなんですよ。食べ物にね、こうね、例えばいちごプリンゼリーっていうのがこうご褒美になってしまって、ほんで野菜、その食べたくないものっていうのが罰になってしまうっていうのを、この親の対応によって、そのご褒美と罰っていうものを子どもの心にもう暗黙のこう無意識にメッセージを送ってしまうっていうふうに言われてるんですね。なので食べ物に優劣とか順位をつけないということが大事なんですって。なのでこういちごはこうトップにいて、ゼリーもプリンもトップにいて、でピーマンはもう10位以下みたいな、これ順位付けをしないということですよね。そうじゃなくって、もうとりあえず子供にはもう全部の食材、いろんなのどうせ食べへんの分かってんねんけど、もうとにかく出せと、食べないことを前提で出せと。でついついもうどうせ食べないのに出したところで食べないからもういいですよねって、いやほんまそうやと思います。私ももうどうせ食べへんしもういいやと思って好きなもんだけ出すこととあります。だから今話してることが全てだっていうことでは全然ないですよ。私もそれに全然見合ってないやり方やったりもするからね、いいんですけど、まだ考え方、そのモンテッソーリの考え方の一つとして頭に入れといてほしいのは、なんせ食べ物に優劣をつけない、順位をつけないということが大事だということなんですよね。でこれ研究でねあるのがね、これもエビデンスではっきりしてるんですけども、いい子にしてたらクッキーあげるよ、いい子に待てたらアメちゃんあげようみたいなね、そのご褒美、何かこのいい子にするという大人がやってほしい行動、それを子供ができたならばご褒美あげるからそれやりなさいみたいな、子供の行動をこうコントロールしちゃうような方法、これをとって何かちゃんとできたら何々あげようっていう、そのご褒美を与えるっていうことを、食べ物のご褒美を与えるっていうやり方を乱用してるとね、将来その子たちがどうなるかっていうと、摂食障害ね、拒食症になったり過食症になったりっていうような、摂食障害の発症率を上げる、
食べ物をその甘いものっていうのに変に執着固執してしまって、そんなんばっかり欲しがる子になるっていうような研究の結果があるんですね。だからママとしてはその良かれと思って嫌いなものを一口でも食べてほしいから、それ食べるさせるために、健康維持のためにそれをやったらね、いちごあげるよっていうご褒美をあげするわけですよ。で、子供の体に良かれと思って健康のために一口食べてほしいっていう思いでそれをやってるんだけど、でもその方法が結果的には子供の健康を害する摂食障害ね、甘いものに変に固執して止まらなくなるっていうような、そういう状態を作ってしまう要因になりうる、良かれと思ってしたものが、ま、子供たちの健康を害することになっているということにもねなるっていうのがね、これね研究で分かってるんですよね。じゃあ嫌いなものを一口でも食べてほしい、でも食べてくれない、ご褒美もつこたらあかん、じゃあどうすんの、食べ物にご褒美と罰っていうものを以外のね方法でどうやって偏食を直していったらいいんやっていうところなんですけど、これにはね3つの方法があります。はい、1番目、まず野菜を食べないということ、嫌いなものを食べないということにママが躍起にならないということです。いいんです、食べなくても、一時食べない数年間あるの、うちの子たちもそうだった、いいんですよ。でもね、気になるのはきっとビタミンミネラルっていうところだと思うんですけど、緑の野菜を食べなかったとしてもね、ビタミンミネラルっていうのは別にフルーツからでも取れるしね、はい、もう豆とかいろんな食材、いろんなものにいろんな栄養素入ってるから、野菜っていうところだけに固執するんじゃなくて、食べなくても別に構わないので、もうええかと、食べんかったら食べんかったでええわ、他のものでなんか栄養取れるもんないかいなみたいなんで、工夫していってもらう気持ちがあればそれでいいですよ。で、工夫っていうのもそこまで力入れる必要ないんですよ。野菜以外の食べれるものを、食べれるものをとにかく見つけてそれをあげるっていうことでもね、野菜で取れる栄養素っていうのは野菜に比べたら少ないかもしれないけど取れなくはないので、はい、あのいろんなものにもう五大栄養素って入ってるからね、何も入ってないもんってまずないんで、全部の栄養素入ってるから、どんな食材にも、だからそれで取るっていうことでいいと思うので、代替えのその柔軟な頭を持つ、野菜を食べないことに躍起にならないというのが一つ目のポイントになります。はい、二つ目のポイントはね、さっきも言ったその食べ物に順位をつけないということですよ。もう食べないものもとりあえず盛ります、盛り付けます。で、これも研究でね、あの5歳くらいまでの子供っていうのは新しいものに対してすごく警戒心を持つという、あのそういう特性があるんですね。だから見た目でも却下だったり、もう手もつけないっていうね、だからもう緑っていう時点で人間のその脳の中では緑のものは食べるものではないっていうような、そういうのがこう危機回避能力みたいなのが働いちゃって、もうやめとこうっていうね、こうあの警戒心を持ってあのしちゃうっていうのが子どもの特性なんですよ。そこにチャレンジしてみようかなって、命がけでももしあかんかったらあかんかったでとかならないですよね。子どもはやばいかもって思ったらもうやめとこうっていうふうに働いちゃうので、うん、だから警戒しちゃうんですよ、新しいものに、食材っていうのはね。なので新しい食材はなんかね、5歳までの子どもにはね、20回連チャンで同じものを出し続けろっていうようなことがあるんです。どうせ食べないんだけど、とにかくその食材をもう食べない前提で出し続けるんです、20回以上。そうするとちょっと食べてみようかなっていうところに移行していく率が上がってくるっていう研究の結果があるんですよね。で、どうせ食べへんのに出すのでもう嫌になるからもう出したくないってなるんですけどね、まあ、それはそれでいいんですよ。もう出さないっていうやり方もあるんだけども、でもあのちょっとでも食べてほしいなっていうことがあるんやったら、もったいないようやけど20回連チャンで20回以上それを出し続ける、で食べなくてもそこに固執をしないっていう方法を取っていってもらうと、少しでもその警戒心が解けてちょっと食べてみようかなっていうところにはつながりやすいというエビデンスですよね。はい、それをやってみてもらうことで、3番目のポイントは、買い物とか、あとは材料、その料理をするところに子供を巻き込んじゃうっていうことですよね。で、2歳の子供であってもまだ料理手伝うのは難しかったとしてもね、買い物行った時にじゃあ、はい、あのトマトをじゃあカゴに入れてとか、あのそこのあのバナナ取ってきてこうカゴに入れてとか言って、巻き込んで子供にカゴに入れるのを手伝ってもらったり、その嫌いな食材ピーマン取ってきて
これ買い物、あなたがしたピーマンだから美味しいかもしれないねとか言いながら買い物に巻き込んじゃうっていうこと、あとは料理、この混ぜ混ぜするとか、あとはほんまに1歳児であってもね、例えばレタスを手でちぎってボウルの中に入れるとかできますよね。はい、そういうすごく簡単にできるようなお料理を一緒に子供を巻き込んでやってあげる。だからやっぱ子供、自分が参加したものって言ったらやっぱりこう食べてみようかなっていう気持ちにもつながっていくっていう風にね、関わった方が、買い物や料理に関わった方がその食べる意欲っていうのは上がるよというね、これも研究の結果が出てるんですよね。なので野菜を食べないことに躍起にならないということで、とにかく食べ物に順位をつけずに食べないものも20回以上盛り付けてみるっていうことで、買い物や料理に子供を巻き込んでみるっていうこと、この3つをやってもらうことによって食べ物をご褒美と罰っていうね、これ食べたらこれあげるよ、これ食べないんだったらこれあげないよみたいなね、ご褒美と罰っていう方法以外の方法で偏食をね、少しでもいい方に持っていくっていう方法です、これがね。はい、ですけどね、そんなね、だからといってこの方法がね、魔法のように完璧にできたっていうことでやっぱりないです。そんなうまいこといきません、子供は。子育てって魔法じゃないですからね、モンテッソーリは魔法じゃないですけどね、だからそんな簡単にうまくいくわけではないですよ。だからもう長い目で見ていってほしいなというふうに思います。で、ママはとにかく頑張ってる、もう日々いろいろ工夫して苦労して試行錯誤して葛藤して、めっちゃみんな頑張ってると思います。だから頑張ってるそのママにね、じゃあレトルトを使うとか、そのもうもう野菜どうせ食べへんからもう出さんとこうとかっていうのを、これを手抜きかって言われると、私手抜きっていう言葉ちょっと違うかなと思うんですよね。だってママ頑張ってるもん、みんなそれぞれ一生懸命やってるけどうまいこといかへんわけでしょ。それに対してそのもううまくいかへんから、じゃあこの方法取ってみようって選んできたその方法を手抜きと呼ぶのはちょっと違うなと思うんですよ。はい、アンパンマンカレーもういっか、もう今日作らんでも、それ手抜きやと思いません。そういう賢い選択をママがしたんやなっていうふうに私は捉えるんですよ。なのでそこに対してできなかったから、うまくいかなかったからって言ってママたち罪悪感をね、お願いやから持たんといてほしいし、で焦りとかストレス、もうそんなんを、ね、感じてるママに育てられてる子供の方が、子供の心っていうのはそっちの方が、その食べ物食べてくれることよりもママがそこにストレスを感じて焦りを感じて、もういいってなってる状態で子供に関わることの方が、私は子供の心にね、悪影響を及ぼすんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でうまいことできひん、失敗ばっかりや、もうあかん、もう食べへん、もういっか、もう出さんでも、もう今日レトルトでいっか、もう3日間同じメニューやけどみたいな、はい、それぐらい力を抜いていてもですね、そのママがハッピーやなって思えてて、その笑顔で子供に関われてるんであれば、きっとそれが子供のね、心にはね、ポジティブな影響を与えるんやろうなっていうふうに思うんですよ。なので今話したこの偏食を防ぐ方法、直す方法っていうのは、一つの理論として頭に、あ、そういう方法もやってみたらいいんやなぐらいにね、思ってもらったらいいかなと思います。もうとにかく子育てに魔法、一夜寝たら、その方法を試したら劇的に物事が大きく変わるみたいなことっていうのは子育てはありません。本当に長い目でぼち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 っていう感じだと思いますのでね、ゆっくり関わっていったらいいと思います。うちの子も3年間5年間ぐらい野菜一切食べない子がいましたけどね、でもみんな立派に大人になっていってるからね、ちゃんと元気に育ってますわ。風邪ひきまくって入院ばっかりになってっていう子も別にいなかったよ。肌垂らしたな、またちょっと熱出たなぐらいで終わってるしね。なので明らかに見た目、野菜食べてない、絶対食べてない、これ絶対足りてないって思ったとしても、子供見た時になんやかんやで元気にしてるなってことやったら、きっとそれ以外の食材から、まあ微量かもしれないけど野菜から取れる栄養素も取ってるんやなと、はい、だから元気なんだよねっていうようなことでいいと思うので、そんなに必死になってね、もう頑張って頑張って頑張って何でもかんでも食べさせようって無理強いしようっていうのは、やっぱ食育の観点からもずれてますのでね、力抜いて食べなくてもいいから出し続けるとね、でやっぱり食べないよね、ですよねって言って、でもいいねいいね、それでいいねっていうね、ママの気持ちのゆとりを持って進んでいってほしいなというふうに思います。はい、12人に産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。